はい、えー、今回ですね、トヨタ自動車のトヨタ昭夫社長があお話をされていたのがものすごく私の心にも響いたんで、一文を抜き出して今の国の施策とちょっと重ねてみようかと思うんですよ。トヨタ昭夫社長はこのように言われています、えー。現在のコロナ禍においても、日本全国で約80人88万人の雇用が減少している中で、自動車産業は27万人の雇用増を成し遂げました。 この27万人に平均年収500万をかけると、約1兆3500億円というお金を家計に分配していることになりますと。ここだけでもすごいことだなと思うんですよ。えっ、ー、と、27万人の人に対して500万円を分配したってことですよね。もちろん、あの、お給料として働いてってことなんですけども、それでもこれすごいことだと思いますよ。というのがね、 トヨタ自動車って一企業ですよ。それが商品を売ること、ビジネスをすること、働いていただくことによって、雇用を減らすんではなくて増やしながら500万円を家計に配り続けた、こんなコロナ禍の過ごし方だったということなんですよ。で、1兆3500億円というお金を分配したんですよね。500万円をですよ。でも、この国ってのはどうですかね単純に比較はできませんけども、コロナ禍においてマスク2枚と10万円を配っただけというね。 まあ、といった事業者に比べて圧倒的な金を集めてるところがしかもお金を作ることのできる国っていうのがねこんなしょぼいことしかしないわけですよとなるとね豊田タ夫社長がこの国の運営をしてたとしたらどうでしょうか平均で500万円を家計に分配してくれるそんな総理大臣ってことですよもちろん500万円をただで配るわけではなくて雇用を確保した上でなんですけどね もちろん単純比較ができないってことは繰り返し申し上げますけども、でも結果として、このトヨタという会社に関連会社に従事する人が27万人増えて、その27万人が平均で500万円を手にしてる。要するに、まあ安定した暮らしをね、そこで手に入れたってことなんですよ。でもどうでしょうかトヨタという会社に属していなくても、この日本という組織に属していれば、もうちょっとね、 豊かな分配を受けても良さそうなもんですけどもどちらかというと炊き出し雇用雇い止めで保証はされない社会保障費は上がるなんか負担ばっかり上がる何なんですかねせっかく一企業たるトヨター自動車が日本の片隅で頑張っていてくれても日本という国がそれを邪魔してるんでしょあの同じような企業は生まれないんじゃないかなと思うんですよ。うん、やっぱりね、国を犯す人とか お金の判断をする財務省とかには、もうちょっと中小企業のね、もしくは一流企業の、その、雇用主としての頭を持っていただきたいかなと。うん、なんかね、国会議員さんとかってね、お金が自動的に振り込まれていくるのに、それを自分の労働の成果だとかね、知恵の暁だと思ってるわけなんですよ。そんなことは全然ないですからね。まさにベーシックインカムが配られてるだけなんで、まあなんとも言えないですね、そこはね。うん、悔しいばかりでございます。